今日はバレンタイン。バレンタイン当日にある事件が起きた。うわ、危ねえ、びっくりした。あー、撃ち出しちゃった撃ち出しちゃったよ。マジか。え、パブロハート書いてる。試合中にハートを書くパブロね。ひらめいた。よし。ちょっとここには大きく書きたいな。ここにはね、なんか大きく書きたい。そこに大きく書いちゃおう。で、こうやって調整すると。あはは、ちょっと。難しいなぁ、これ。難しいなぁ。ハートになってる、これ。なんか動物みたいになっちゃったよ。こうして、ハート。なんか、俺が書くと動物なんだよな。お、いい、綺麗。なんか嬉しい。こんなになんか綺麗にハート書けると嬉しいな。この左に一本まず書いて、右にもう一本書くんよ。で、ちょっとこの、ぶっとい部分。ちょっと謎な部分を、まあ、再度塗りつぶして、まあ、おしゃ、動物の完成です、これね、動物の。え、すごい、ハートだらけ。あ、すごい。おー！まだ途中なんだけど、もうマップ見てわかるくらいハートがすごいことになってる。なんか綺麗。綺麗ですね。見て、壁にもハートかけた。ちょっとアサリ邪魔なんだけど、捨てよう。捨てた。壁にもハートかけた。俺の描いたハート、なんか、本当に動物みたいになっちゃう。なんか、このハート綺麗なのにさ、これ。緑のハート綺麗なのに、俺が描いたさ、でっかいハート全部汚いんだけど、どうしよう。でもすごいよ、ほら。ほら。もう歩くとこ全部ハートだらけ。ほら。バレンタインっぽい。すごい。バレンタインっぽいね。これ綺麗だね、これね。このハートね。ちょっと顔描いとくわ、このハートに。このハートだけ、ちょっと俺が、顔にしとく。ウイルスの菌みたいになっちゃった。上から見るとわかるけど、すごいな。こっちにも書いとくか。バレンタインに興味がない諸君、今から私がぶち壊そうと思います。おヒレオカーボンローラーの手によって全てのハートを消していく。消しちゃうよ、ハート。消すからな。もう知らない。もうバレンタインデーなんて知りません。ヒレオにバレンタインデーなんてありません。ヒレオはもうね。なあ、何がバレンタインデーじゃ。な、リア充のイベントよ。家でゲームしようか、楽しいんだよ、この野郎。いて、なんかぶつかったぞ。なんかいるぞ。なんかいる。なんかいる。なんかいるぞ。うらっ。うらっ。